こんにちは。アメリカ在住、アミーボおばさんことのぞです。先日、ネットで購入した、アミーボが今日届いたので、ちょっと開けていきます。結構アメリカの、郵便屋さんと配達業者の人はちょっと雑なところがあるので、エンベロープが穴が開いてたり、段ボールがボコボコだったりとか、たまにあるので、中身が大丈夫か心配ですね。ここが穴開いてます。今回送ってきた方は何もバブルラップとかもなしでした。じゃん。どうでしょう。特に傷とかもなさそうで、ちょっと安心しました。で、問題のアミーボちゃんと起動するか、ちょっと確認をしていきます。ニンテンドースイッチのアミーボのところで、ちょっと初期化をできるか、ちょっと確かめてみます。あ、ちゃんとデータが消去されて反応しますね。初期化も一応念のためしてみます。OK でした。よかった。まだ私はアミーボプレイしたこと、アミーボ、使って、スマブラとかやってますが、ちょっとまだ下手くそなので、これからまた楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はのぞずチャンネルで。またねー。バーイ。Wait, wait, wait.